森山英二でございます。立花役をやらせていただきます。そうですね。佐藤君、演じる両名を、心の底から、支えられるように頑張っております。よろしくお願いします。はい、羽生両名役の佐藤久典です。稽古をして、もう本当に全員が熱くて強くて、でもすごい楽しいシーンもあって。っていう面白い作品ができたなと思ってますので、それを明日と明日の初日とぶつけていけたらいいなと思っております。はい、以上です。どうも、土屋雄一です。ガラクシャという役で、止水、和紙噴する止水に、忠誠を誓って、でも捕らえられて、そこから一悶着という、まあ、そんな役なんです。今回ですね、モードシリーズっていうのをマネショーでは、今まで4本作ってきて、で今回初めてそれを再演するので、まあ、モードシリーズとしては5回目になるんですけど、再演ということで、っていうのもあると思うんですけど、そのモードっていう、今までなんとかモードっていうのをいろいろやってきたんですけど、で今回ほどそのモードっていうものとこういろいろその作品の質がリンクしていく感じを受けたのは初めてだなっていう、そのパニッシュが作るパニッシュならではのパニッシュなり の, あの友情だとか師弟関係みたいなものが、とっても今回色濃く出ている作品だと思います。15周年を迎えたパニッシュが、パニッシュの15周年が詰まっていく作品だと思っています。よろしくお願いします。和紙噴です。止水役をやらせていただきます。そうですね、土屋もおっしゃって言ってたんですけども、15周年ということもありまして、パニッシュの、まあ、代表作の一つでもあるサムライモードという作品を、まあ、再演できるということで、8年前とはまた違った、大人になった僕らを盛り込めたと思いますし、またいろんな、ね、年齢層のお客様にたくさんの方に見ていただければ嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、災害役の真田です。まあ、本当に再演って言うんです。僕気持ち的にはなんか文化さんが入ってくれたおかげと、まあ、新しいメンバーとやるっていう意味で、なんかすごく新作なイメージがあって、なんかまた一つなんかこれからサムライモード、新サムライモードみたいな気持ちで、なんか初演の気持ちでできることを本当に嬉しく思って、なのでこの思いのまま、お客さんの前に、思いを、熱い思いとか、関係性だとかな、関係性だとかをお客さんに伝えられたらなと思っております。ぜひよろしくお願いします。今回は脚色演出をされるということですが、2008年の初演と今回の公演の違い、また見どころなどを伺えればと思います。はい、鈴木です。今日はありがとうございます。8年前の公演は僕拝見してないのであまり影響されてないんですけれども、まあ、映像とかは残っていて、それを見て、まずは大きくは、ストーリー的なことはそんなにいじってないです。で、まず何をしたかというと、ビジュアルを変えようということで、ここにいるみんなが着ている衣装を見てお分かりのように、侍な格好じゃないです、いわゆる時代劇の。でそれにあたって、まあ、のっけでセリフとして出てくるんですけど、遠い未来、過去のどこかに見た遠い未来っていう一言が入っているだけで、こういう格好をしていただきました。で、まあ、あと舞台装置とかも全般的に見直して、違うものにしました。それから引き起こって、いろいろなことが起こるので、まあ設定等々もちょっと変わっていると思いますけれども、全体としてはストーリーは変わりがないと。で、見どころとしてはもう立ち回りもふんだんに込んでいて、結構生な迫力の立ち回りを見ていただけるだろうと思います。で、あとは15周年記念、パニッシュ15周年記念って僕は演出を考えるときにかなり意識しまして、このパニッシュのメンバーがやってきたこの生き様とサムライモードのストーリーっていうのはかなりこうクロスする部分があって、それは何か活かしたいなとか思っていたので、まあ
佐藤もいますけれども、パニッシュ主役なんですね。パニッシュ、パニッシュ主役で佐藤も入れてパニッシュ主役というふうなつもりで作りました。なので、それは、パニッシュ色があのどうなっているのかということは、僕から見たパニッシュということになっていると思います。ありがとうございました。僕は中にある気持ちは侍なんですけど、表現としては割と なんていうんですかね、ネタバレにならない程度、アウトしちゃったみたいな。そうだよね。だって会見が初日以降だから。そうですね。まあでも本当にこう割と外見は割とチャラいというか、チャラい。ひょうひょうとしてるというか、まあ、分かりにくくするよりは、ダイレクトに言ってるセリフがあるので、才賀は人を撃たない。はい。そうなんです。人を撃たない。はい、それだけで大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、困ったら続かせます。そうですね。まず、まあ、一つは盾だと思うんですけども、やっぱりカリスマ的な強さだったりと思うので、盾のシーンも多いので、そこの部分と、信念の強さというか、やっぱりそこの部分で、まあ、すごい僕らしい部分もあると思うんですが、出せたらいいなと思っております。人は殺さ、あの、死水は強い。この世で、こいつより強いやつは一番、一人もいない。うん、ことですね。そうですね。そうでね。ガラクシアは、両目との関係はとってもあのいっぱい描かれているというか、あのそこからスタートするところはあるんですけど、意外とあの止水との関係ってそこまでたくさん描かれているわけじゃなくて、あの言葉で言っている以外 の、なんか芝居を通して見える止水とのガラクシアの関係というものが、ちょっと伝わったらいいなとは思ってます。そこがちょっと見どころというかなと。どうぞ。間抜けですけどガラクシアは鬼のように強い。ああ、強い人同士で戦うことはない。それは見ての楽しみですかね。はい、そうですね。ここで、でもあの、なんですかね、いろんなことが起きるんですけど、ちょっとで、その、ガラクシアの旅をしてるんですけど、まあ、でもやっぱ一個のその信念のもとにしていることっていうのあのが全てというか、はい、あのそういう感じですか。あの信念をという、両名は、断崖の三男坊両之助としてほとんどのシーンを見ています。はい、はい、そうですね。立花は、なんでまだ片付で一見何も分かってないように見えますが、実は自分のあるのために何をすべきなのか、何が最良なのかが分かっている男でございます。あんたは相当食えないやつだな、そういうことですね。はい、この人相当食えないやつです。結構がまず驚いたのは、あの少し遅れての合流だったんですけど、あのみんながまだそんなにセリフが入ってない状態でセリフを覚えようとしているときにちょっと遅れて合流した藤原さんが一番セリフ入ってるみたいなときが、そこにもう僕らただただ驚愕したっていうのが一つありますね。その会社のメンバーよりも先に入ってた。はい、すごい。そうですね。ちゃだから驚いたもちゃおかしい。でもよかったよね。やっぱり稽古場であったとしてもそのなんかこう出てきてセルフ喋った時のオーラみたいなこととか。そうですね。でも福井の皆さんにもものすごい注目してももちろん大丈夫。大丈夫です。もちろんです。はい。あのそれをでも藤原さんお願いしなくてもグイグイ持ってってくれる。見た目がすごいです。そうですね。藤原さんって気づかないかもしれないですね。分かんないです。はい。どんどん聞いてください。いかがでしょうか。質問がいらっしゃいましたら。くだらないことです。はい、はい、はい。ベストセージ水上でございます。お願いします。
対する4人の方には、この15周年をというものを振り返って一言でちょっと振り返っていただいて、それから佐藤さんにはあの15周年のこの作品に自分がやられた何か、感想をいただきます。はい、15周年振り返って、あの、なんだろう、よくまあ続いたなということと、そしてなんか、やってきたことが、なんか、いろいろ、年も取ったせいか、やってきたことと今の気持ちが合致し始めてるっていうのが、僕の中の気持ちは大きくて、なんか、まあ、僕はあまりその芝居がすごくあまり、はい、上手くないので、そういう意味も含めてなんかメンバーとやっとこう芝居の話とか普通にできるようになってきたのかなとか勝手に思っています。はい、そうですね、まあ15周年のイベントなんかをやらせてもらった時もそうなんですけど、まあ長く やれたっていうかやらせてもらえたことによって、まあメンバーと一緒に稽古することでこう楽しみとかも覚えたし、なんかこう余裕も出てきたのかなっていうのもありますし、まあ、今回に関してはトークイベントなんかもやらせてもらってきて、今まで関わった人とかが来てくださったりとか、やっぱりこれまでいろんな人と関わられたことによってこういろんな人に助けられてるのかなっていうのは感じます。はい、なんかあの15年経ってあの なんだろう、いろんな意味でとっても今こう精神的にもそのメンバーのまとまり的にも安定感があるような気がしていて、でそれは年齢とかもあるんでしょうけど、なんかあの、まあ、特にこの15年間でその突出しなんか爆発的に何かがあったとかっていうことではないんですけど、でもなんか、いろんなその喧嘩したりとかいろんなことを踏まえて、今とってもいい状態なのかなっていう気はします。油が乗ってる油が乗ってるんじゃないですか。油が乗ってるじゃないですか。まあ、俺は油多めの方が好きだからでも なんだろう、あのまた20代とか30代前半とはまた違ったあのものが、特に今回サムライモードっていう作品がそれをあのやるにはとってもいい時期なのかなっていうふうにも思いますね。はい、多分15周年で、一番油は乗ったのが僕なんじゃないかなと。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。真面目に話すと、あっという間だなと。15周年って一応まあね、長い15年って長いようで、でもあっという間に終わったなっていうのが今の正直な心境で、できっと多分この先未来も多分あっという間に終わるんだろうな。未来が終わるんですよ。あっという間に終わる。なので、進んでいく。そう、いろんなことをもっとこう、なんだろうな、無駄なく、密にいろんなことにこうチャレンジしていかないと、あんまり時間がないなと思う。あっという間に30になっちゃう、40とかなっちゃうので、はい。あっという間に40はもうすぐなので。じゃあ、40周年、40周年、30周年の一応もうあと、あれが週間ぐらいの答えですけど、はい、15周年、そうですね、いやもう、あ、でも15周年はやっぱり自分がまだ10年役者をやり始めたってないので、やっぱり長くやってるっていうこと自体がやっぱりすごいことなと思いますし、あの勝手になんですけど、サムライモードが初演が自分のその役者っていうかこのお芝居を始めた時だったので、なんとなくこう縁を勝手に感じているというか、2008年そうなんだ、はい、8年前に初舞台だった時、そうです、2008年なので勝手に縁を感じている。でやっぱりあのそれぞれの皆さん一人ずつと共演させてもらったことあったんですけど、やっぱ4人方と一緒にやるっていうのがすごく嬉しかったので、出られて嬉しいので、まあやっぱりあと
出せるものは本当に全て出し切って参加したいなっていう一心で、まあ、挑ましてもらったっていうか、はい、なので初日が結構いろんな勝手にいろんなことを思って、そんなお話ししたことはないんですけど、そういうことは緊張とワクワクはすごいことになってるなって感じです。すいません、これにそうなんですよ。でもなんか僕知ったらそれこそグループとか劇団じゃないので、その劇団内の方たちの話し合いとか、急にちょっと喧嘩始まったりとかすごい熱い話なんかそういうのも見れて、なんかすごい勉強になりました。そういうのもすごいなと思って、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。全然見られますよね。ごゆっくり楽しんでください。宣伝の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。3日ボリューム15サムライモード囲み体験終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞台用の何かポーズ、舞台用の何かポーズ、そういう感じで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 、それこれなるべくコンパクトで、なるべくコンパクトで、はい、それちょっとだけギュッて、ギュッて、はい、ありがとうございます。失礼します。ガツイ感じで、ありがとうございます。じゃあ修理センターお願いします。はい、行きます。はい。